こんにちは、すみなです。大阪府と奈良県の県境水越峠におります。本日はここから金剛山山頂に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。水越川公共駐車場から直接山道を歩いていきたいと思います。本日は駐車場の東側角のところより山道を登り始めております。ふ頭東尾根を歩いて山頂を目指したいと思います。いきなり登りですね。駐車場がすでに小さくなってきました。はい、数分歩いてまいりまして、バス停近くの埠頭の案内板から登ってきた道とここで合流いたしました。はい、引き続き歩いてまいります。先ほどのところから 1,2 分歩いたところですが、こちらは左手へ進んでまいります。はい、こちらは左手に登ってまいります。はい、ここで道が合流しておりまして、確かここに案内板がございます。はい、水越峠から登ってまいりました。そしてこれから、天保林寺様へ約85分ということでございます。振り返りますと、こちら今登ってきた道です。そしてこちらはおそらく埠頭西尾根から登ってきた道ですかね。はい、それでは引き続き歩いてまいります。このコースを冬場に登るのは初めてなんですよね。下りは何度も歩かせていただいてるんですけどもね、車を止めてるところの近くに戻ってこれるってなんかいいんですよね。水越峠を起点に歩き出すときに下りでよく歩かせていただいております。この辺りは比較的上りもなだらかなんですけども、この後埠頭の砦跡の手前ぐらいですかね、結構急な上りがあるんですよね。砦前の急登でございます。はい、急登を登ってまいりました。ほっと一息という感じでございます。まもなく埠頭の砦跡です。もうあの辺り砦跡ですね。はい、埠頭砦跡に参りました。ご案内がございます。はい、こちらより登ってまいりまして、現在地埠頭砦の跡961メートルの高さがあるんですね。次の目印となる六道の辻へ向かっていきたいと思います。今埠頭砦跡で男女一組の方が見てますよと声をかけてくださいました。実はその手前でですね、これまた男女一組の方がいつも見てますよと声をかけてくださいました。そ
その2組の方々ですけども共通点がございまして、本当になんか仲が良さそうなんですよね。いやいいですね。僕は今日もソロ登山でございます。まあ、これはこれで味わい深いものがございます。まあいいですね。とっても気持ちよく尾根を歩いております。いや本当ありがとうございます。右手に大阪平野のよく見える気持ちのいい尾根を歩いてまいりまして、間もなく、あ、間もなくというか六道の辻着きました。はい、六道の辻に参りまして、ここは左手に歩いていくのですが、少しご案内を書いてくださっておりますので、ああそうだ、丸滝谷からこの道を一度登ってきましたね。はい、引き続き歩いてまいります。六道の辻を越えてから緩やかに登ったり少し下ったりで、とても歩きやすい道を歩いております。あ、ここは確か狼谷から登ってきた時の道かな。この辺りから大日岳再び登り道となります。ここで道が大きく右へと曲がりまして、はい、大日岳海抜1094メートルでございます。はい、引き続き歩いてまいります。大日岳を過ぎた後はこのような感じでゆったり歩ける道が続きます。こちらは瀬戸から登ってきた道ですね。はい、直進してまいります。賑やかなお声が聞こえるようになってまいりました。わあ、和やかですね。修験道の開祖円の行者様ゆかりの天保輪寺様です。境内にございます久子池です。豊臣太后がお登りになった時に作られたという久子池は氷炭型でございます。はい、ライブカメラ前へと参ります。今日も和やかな山頂広場です。本日の大阪平野の見晴らしです。はい、無事に下山してまいりました。山頂広場で以前動画にコメントを寄せてくださった方がお声をかけてくださいました。思い起こしますと、本日のこのコースは私がぶらり山歩きを始めまして、フィールドでご覧いただいている方に最初にお声をかけていただいたコースでございます。不動道、私にとりましては忘れがたいコースとなりそうです。ご視聴いただきありがとうございました。すみなでした。